い、アルミシートぬくい話。アルミシートぬくい話。まあ、アルミシートっていうね商品がありますけども、ペラペラのね、本当はアルミだけのサバイバルシートとか、まあ、そういうのもあるんだけども、最近はですねアルミシートの裏にウレタンみたいな、白いウレタンみたいなのが貼っていて、でそれをですね、まあ、敷物にしたりとか、主に使うのはそのアウトドアのキャンプとか行った時にこの寝袋の下に敷いたりとかね、うん、で、まあ、ふわふわってわけじゃないけども、まあ硬くもないというね、そういう、まあ、微妙な、薄さのそういうアルミシートという商品があって、で、まあ厚さが5ミリとか10ミリとか分厚いのもありますし、もう1ミリ2ミリの本当にペラペラのもありますし、まあ物によるんだろうなと、そう私は思ってたんですね。で、まあ見た目からしてあんまりあったかそうじゃないので、これはなんていうかあったかさを求めるというよりはその下に引くというね、敷物としての役割、うん、ちょっとだけ冷たさが緩和されたりとか、ちょっとだけこうふわふわ感が当てたりとかね、うん、だけどそのふわふわ感を求めるんであれば、めちゃめちゃふわふわのやつあるわけですよ。なんだったら空気を入れるようなね、膨らますようなそういう、マットもありますし、で暖かさを求めるんであれば、まあ毛布とかね、まあ、全然他のものがあるから、だからまああんまり気にしてなかったんですけども、まあ、つい先日、100円ショップとか行ったらですね、あったんですね商品がね。でまあ200円300円の高いものもありますし、100円のね安いものもあって、じゃあちょっと試しに買ってみるかと思って、で100円のもの買ったんですね。で持って帰ってきて開けてみたら、やっぱこれそんなに、厚いタイプじゃなくて薄めのやつね。で大きさもですね、まあ、膝掛けぐらいですね、はい、小さな膝掛けぐらいのタイプで、まあベッドの下に敷く、ベッドとか布団の下に敷くようなそういう大きさでもないし、中途半端だなと思って、ただまあ一応買ってね、この使用感を確かめるというか、でこれ良ければまた大きいのを買いに行けばいいわけですから、ホームセンターとかね売ってますから。それで、とりあえずですね、膝掛けとして使ってみたんですね。まあ、本来の用途とは違うのかもしれませんけど、大きさ的にそれぐらいしかないので、膝掛けとして。で、まあ、自宅のデスクのね、下のとこに、こう、まあ、引いてというか、まあ、掛けて。それで、今、録音時点10月の中頃です。2020年10月中頃、最後頃、10月末ぐらい。なので、ちょっと冷えるんですよね、朝晩は特に。で、特にこれデスクの下がね、なんかこうやけに冷えるんですよね。はい、こうなんていうか、あの壁の断熱材がちょっと薄いんじゃないかみたいな、そういう雰囲気を出してるので、そこがねなんか冷えると、うん、で、まあそこは日も当たらないんでね、うん、直接は当たらないので、暖房でもかけない限りはそこは冷え冷えなわけ。それでねかけてみたらね、これ意外にあったかいと、はい、ほんとペラペラでね、その断熱効果とかその保温効果が期待できないような見た目なんだけども、なんかあったかいんですよね。それで特に足の先が冷えるので、そのね、膝掛けとしてるものを一部をこの床に引いて、で一部を膝に掛けるみたいな、それぐらいの大きさはありますので、だからなんていうんですかね、その、一部を床に置いて、でその余った部分を膝まで上げるみたいな、そういう膝掛け兼足元に敷くというね、それをやってみたんですね。うん、あのぴっちりこの足をカバーするわけじゃないですよ、ふわっとの捨てるだけだからね。そしたらね、足先とかね、まあポカポカして、これ自分の体温がこうアルミに反射して熱が逃げないみたいな、そういう、うん、まあことだと思うんですよね。
で、いろいろやりましたけど、もうやっぱりアルミのツルツルのピカピカの面、アルミのピカピカの面をこう、自分に向けるというかね、体に向けるというか、白いウレタンの部分じゃなくてアルミのピカピカの部分を体に向けて反射させるというかね、それが一番、いいと。それでまあ裸足でね乗るのもなんですから、もちろん靴下とズボンと履いて、そこにね足を乗せるみたいな。そうするとね、これが意外にあったかいという。今までだったらこのぐらいの時期はね、いつもどうやってたのかっていうと、まあ寒い寒いってで我慢するか、足先冷たいからね、それかなんかこうスリッパみたいなものを履くか、あるいは古くなった MA1 をね、もう廃棄寸前の MA1 を取っといて、 MA1 っていうジャケットね取っといて、それを足元に敷いて、でその中に MA1 の中に足を突っ込んで暖を取るみたいな、そういうことやってましたね。まだ暖房をね本格的に、かける、そういう感じでもないので、足先だけが冷たいというね、そういう形なので、まあこのアルミシートはね意外にぬくいと分かりました。